こんにちは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。過去の動画でですね、もう 2ヶ月ぐらい前の動画なんですけども、MH さんの当日何が起きたのかっていう風な動画を上げたんですね。タロットカードでの占い結果なんですけれども、そちらのカードが、まあ、タワーのカードって言って、突然の出来事に崩壊してしまうっていう風な感じの、動画だったんですね。で、その奥に隠されたものはっていう動画だったんですけども、これ誰かの名前とか会社名とか団体名とかは発信してなかったんですが、ちょっとね、エラーになりまして、ちょっとね、削除したんですね、実は。やっぱりこうちょっと監視がかかっているので、あげれない状況になってしまったんですけど、まあちょっと、まあ、別の角度から見て、私が18日の日に速報を見たっていう人もいて、私の記憶では18日の朝だったと思うんですけど、でそれでこの間動画を上げたんですけど、でその時間帯に速報が出るっていうことは、もうちょっと早く分かってなきゃいけないっていうこともありますので、時間的に不自然な点が多々あります。でミスリードで出たのか、そしたら私の中では17日もありえるなと思ってるんですね。で17日なのか18日なのかということで、でちょっと18日なのかっていうことを占ってみたいと思うんですけど、何かね、過去動画にもあげましたけども、そういうふうな情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、またご連絡いただけたらと思います。私の中ではどうなんだろうと思ったんですけど、NHK のね収録があったって言ったんですけど、 NHK の収録の時にはもうちょっと顔がふっくらしてると、と収録の会場にあった花の状況がもっと前にあった収録の状況になっていたということなので、かなり行方がいなくなった時にはかなりねげっそりされてたんですよ、ドラマの中ではね。初めはね、誕生日のお別れとかを、発信してるね、誕生日の日には皆さんにお別れを言わなければいけませんっていう風なコメントをしていたので、どうなんだろうと思ったのね。女教、女教皇ですね。はい。まあすごいこう沈黙。その前にはやっぱり言いたいことが言えなかった。冷静になら、なりたいけれども、ちょっと情緒不安定なところもあったりとか、素直になれなかったりとか、不安な状態とかもあったと思われます。2020年に入ってから、インスタグラム等を一回前までのものを削除したりとか、そういうふうなこともあり、ちょっと不安定なところがあったんじゃないかなって、抱え込みすぎてて、まあ私の中では10年前ぐらいからそういうふうなことは始まっていたと思われますので、動きが始まっていた、流れは始まっていた。で彼自身もその覚悟はできていたかもしれないんですけど、
抗うようなところもあったんじゃないかなと思われます。人間っていうのはね、やっぱりこうね、やっぱり、うん、過去から未来が、いいように動くっていうのが分かっていたら、それは幸せな人生を送れるんですけども、未来にすごい、恐怖が待ち受けていく、どうなるか分からない、逃げ延びれるか分からないっていう時があった時に、そうね、人間はない、どんなに強い精神力をお持ちの方でも強くは生きられないと思います。それはもう葛藤が強かったと思います。このカードを見てそう思います。はい、その時の状況はです、死神ですね。やっぱりこうなんか、やっぱり人間っていうのは生きていて、で終わりを迎える、そして終わりを迎えるけれども、その受け入れる人もいれば、ね、こう倒れ込んでそれを受け入れる人もいれば、受け入れられない人、その顔を背けたくなるような人もいる。そしてこの一回この、生と丸、ね、命を終えることによって、新たな再出発があったんだと思います。だからこれは一回こう形を終えるということによって、違う意味での再出発、それは役者としてなのか、それとも、個人の命ということなのかわからないんですけど、志は常に生き続ける、そう思います。はいはい、彼の表面上の意識ですね、今回、もう希望、もうなんかとにかくこう自分のこう、やっぱりこう生きてきて自分が何を残せるかっていうのをすごく彼自身は考えていた。まあチャンスが到来した、その時のね状態で、戦争心理ではチャンスが到来した、ね、長年の苦労が報われる、思いが叶いやすい、もう本当にこれで希望が見える、苦しみから脱却することができるね、いいカードなんですよ。はい、もっと深いところのね心理になりますと、はい、まあ彼自身は結構、下からこう崖の上に立って、この人が下からのねこうつつかれているんだけど、上に立って払いのける有利な立場だって、もう現状を守っている、だからもう彼自身はどちらかというと有利な立場にあって、その彼自身の志を守り続けていた。彼自身はすごい強い、気持ちを持って守っていた。はい、その中にはやっぱりこう、人と人、これは愛し合うカップル2人なんですけれども、こう祝杯をねやってるんですけど、やっぱりこう心がつながっている、なんか同志であったりとか仲間であったりとか、信頼でき合える、まあもしかしたら恋人がいたかもしれない、もしくはそういう志同志、まあ天柄門で言えば仲間たちですよね、共に、すき焼きを食べたような仲間たち、その人たちが常に心を支え合っていた状況にあったので、彼は進むことができた、彼の、まあ、気持ちですね。はい、ハートに、まあ、ナイフがいっぱい刺さってるんですけれども、まあ、彼自身のやっぱりこう心はすごく複雑だったと思うんです、その時の状態は。でも再起に向かって進んでいく、復活のに向かって歩み始めたような状況であったと思います。実際にね、ですっていう感じなので、一回はすごいどん底に、その18日なのか、ちょっと18日なのかっていうのがね、この占いでは出てこなくなってしまったんですけど、18日だとしたらね、まあそうだと思うんですけど、はい、
周囲の環境ですね。この方はですね、お金もあって何もあってすごく裕福な方なんですけれども、まあちょっとね、何か魅力があるんですよ。すごく魅力があるのね。素敵な方なんです。お金もあって愛情もあって美しさもあって、でも彼自身がすごい魅力もあって美しさもあって、自分の目標に達して貪欲に求めていて努力もしていて、だからこそなんていうかな、嫉妬とかなんか周囲に対してはいろんなやっぱり商売敵とか、会社と会社他の会社とか、また、ライバルとかいろんな、ファンでもね、自分のことをファンじゃない人で相手の方がファンの人もいるしね、いろんな人との葛藤っていうのはかなりあったんではないかなと思います。で、彼の本心ですね、はい、吊るされた男ですね、はい、彼自身がね、いろいろ大変だったと思うんですけれども、まあちょっとね苦しい感じ、なんとかしてこの解決策、自分がこうですになったことによって何かしら大きな解決策を求めたいという、その希望でも苦しいっていう風なところも収容、もう本当に自分の身を捧げ、すごくね考えていた、もう心身を蝕むほどに考えていた状況があります。まあ、ちょっとね思いすぎっていうか、そのことを本当にねこの真摯に考えてたんじゃないかなって、その自分の老い先とか社会のこととか、まあ、何かを使命を与えられた使命をすごい考えすぎてたところもあると思う。で、やっぱり、すごくね大アルカナ多すぎるのでメッセージかなり強いと思うんですけど、大アルカナっていうね、こういう、大アルカナと小アルカナってあるんですけども、その大アルカナのカードが今いっぱい出てるのでメッセージがすごい多いと思うんです。彼自身は本当に、希望を求めていた。そしてこれは正義なんですよ、本当に、天秤にかけてこれを正しいか正しくないかっていう風なことで、そのことをもし過ちがあるならこの剣で刺しますよっていうぐらい厳しい人で、正義もうとにかく正当で公平に、正しいものは正しい、正しくないものは正しくないと、正当に判断を下す人なんですよ。で、彼自身は本当に正義のために生きた、ですね。18日なのかな。で、最終結果、はい、最終結果ですね、まあそうですね、お金がね、いろんなね、彼自身がいろんな富を蓄えてきたと思うんですけれども、まあこの身分のいい人がね、下々のものに分け与えてるカードなんですけど、それが逆位置なので、ちょっとね偏りすぎてるかなっていうのと、自分の今ある状況がもうちょっと評価されてもいいんじゃないかな、今彼自身が、そのやった行い、正義を貫いたね、ね、命をかけて正義を貫いたことが、その正当な評価を受けていないっていう風な感じがしますね。どっか納得がいかないとか、きちんと評価されていない、与えられていない、もっと、称賛されてもいい
で、歴史上にこの立派な人がやってきたことっていうのは、勝ったもののこう、評価で歴史は変えられてしまったりとか、うずもってたりとかいうふうなことがあります。天柄門の五代さんなんかも、大阪の経済、大きく経済を、動かした人の二人のうちの一人と言われる人なんですよ、ね、なのに意外と知らない人が多かった、そんなに讃えられることがなかった、彼自身はもう借金だらけ、五代さんなんかも借金だらけだった中で、いろんな人のその事業を成功させるために自分の財を費やしてでもやったっていう風な人だったらしいんですけど、そういう風なことが本当に天柄門という映画を見るまで私も知りませんでした。ね、しっかりねこう調べ上げられててっていう、だからこそ安頓なんですよね。安頓行列ができるぐらいの人なのに、それが歴史に埋もれていく。だから私たちは、やっぱりこうね、そういうふうに命をかけて改革を目指した方々とかをしっかりフォローし、しっかり、その志を継いでいくっていうことが必要なのかなと思います。ごめんなさい、なんか18日なのかっていうのがねうまく出てこなかったんで、ちょっと他の方法でやってみようかなと思います。何時なのか教えてください。18日なのか、今このカードが教えてるのは、今はその時期じゃないけれども、すごく、その何を彼が言いたかったのかっていうことを強く、この深い深い水の中に今沈められているけれども、心の中では燃えたぎっている思いっていうのがあるので、それをおのおのが感じ取りと、考え、ね、みんながこのタンポポの、そのようにこう飛び立ってほしいって、この自分たち何が言いたかったかっていうことを深い思いっていうか、この時間を超えてもっともっと大きく一人一人が動いてほしい、考えてほしい、飛び立ってほしい、未来の子どもたちのためにっていう風なカードなんですけど、18日、まだ今は答えられない、神秘な月、水明かり、今はまだ答えられない、あなたたちみんな見つめて心にろうそくを灯して熱い思いで飛び立ってって、今は答えられないよって言ってますね。まだ今は時期じゃない、と見ました。ごめんなさい、18日かどうかは分かりませんが、過去動画はちょっと削除しましたので、ちょっとゆうつべの方からちょっとやめてくれっていうようなことがあったので削除しましたので、ちょっと18日のことをもう一回占ってみました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。